さあ皆さん、この先生連想教室を始めましょうかね。うまくつながるといいですね。では先生の名前、この先生から始めてみましょう。ヌー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 。この先生と言ったらタコ。タコと言ったらたこ焼きね。たこ焼きといや買い食いだろ。買い食いと言ったら金魚すくい。金魚すくいといえば夏祭りだな。夏祭りと言ったら浴衣。浴衣と言ったらチャンネルだろ。チャンネルと言ったら覗きだね。覗きと言ったら燃えるよね。燃えると言ったら少年漫画。少年漫画と言ったら復習よね。復習と言ったら授業かな。授業と言ったら予習が肝心。予習と言ったら来期のアニメだね。来期のアニメと言ったら楽しみだよな。楽しみといえば調合です。調合といえば調味料っしょ。調味料といえば砂糖に決まり。佐藤さんといえば鈴木さんかな。鈴木さんといえば一郎選手。一郎といえばかっこいいよな。かっこいいと言ったらカラスマ先生。カラスマ先生と言ったら体育じゃない。体育と言ったら訓練だ。訓練と言ったら暗殺ね。暗殺と言ったら